沈むように溶けてゆくように。それ明らかじゃなくてあなたの感想ですよ、ね。まあもちろんそうですけどね。なんかそういうデータあるんですか。なんだこれ。そうですね。なんすか写像ってダメだこれ。確かにもっとボキャブラリー少ないかもしれないですけど、それはなんか人呼んだ人たちに失礼じゃないですか。違います。だから大学の1年生の時に冬休みに暇つぶしに作る手紙のないデブのおっさん死んだ魚の知ってました。例えばそのツイッターで見る必要ないと思うんですよね。そうか、当たり前じゃん。東京都の場合は正解です。不快感を覚えた自分に驚いた。でも本当不可能だと思うんですけど、やめてもらっていいですか。はい、入れて答えてください。メラメラミックス、何なの。あ、いい、何してんだ。以上です。